米国女子ダウ選手権2日目28日ミッドランド CC ミシガン州6 2 5 6 i d パー70渋野日向子が18番パー3でホールインワンを達成した米ツアーでは韓国開催の2022年 BMW 選手権最終日に7番パー3で決めて以来2度目ダブルスのペア戦はこの日フォアボール ペアのそれぞれがプレーしてホールごとに良い肩のスコアを採用、方式のプレー。タッグを組むかつ南がティショットを打った後、実測 143YD で8アイを握った一打は、奥からスピンバックしてきれいに吸い込まれた。大歓声が沸き起こる中、お互いのキャディーを含めた4人で肩を組んで大盛り上がり、渋野は鳥肌が立ったかのように笑顔で両腕をさする場面もあった。 勝の母、クミさんともハイタッチを交わすと、そのまま池越えのグリーンへ向かう間も列をなすギャラリーのハイタッチに応じた。一オーバースタートからスコアを2つ伸ばして迎えた折り返しのホールで離れ技を演じ、伸ばし合いのカットラインに迫って後半に入った。